こんにちは、アミチクラボのユミです。先日ケイトダマさん主催のイラレで編み図を作ろう講座に参加してきました。イラストレーター経験ゼロ、専門知識なしの私が2日間の講座を受講して、1日でこんな感じのレシピを作ることができるようになりました。今日はどんな感じの講座だったのかと、感じたことなどを共有したいと思います。今後編み図をイラストレーターで描いてみたいなと思っている方、例えば自分の考えたレシピを、公開したいとか、あとキットを作りたいとか、そういう方の参考になれば嬉しいなと思います。あとSNS をフォローしてくださっている方は、もう知っている方もいらっしゃるかもしれませんが、有名な YouTuber さんとの出会いもありました。とっても楽しい2日間になりました。まずこういう講座を受ける方はやっぱり経験者、イラストレーターを使える方が多いのかなと思われるかと思うんですが、私は全然本当にイラストレーター触ったことがなくって、興味はあったんですけど機会に恵まれず、未経験のままどうしてもこの講座を受けたくって一念発起してイラストレーターを購入して参加しました。このイラストレーターは高価なソフトなんですが、お得に買う方法を必死で調べたことを後ほどブログの方で紹介したいなと思っていますので、もしご興味がある方は概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ご覧いただけたら嬉しいです。一番最初は直線の描き方、それから、長方形や、円や楕円形の描き方を教えていただきました。本当に最初の基礎の基礎から教えていただいたので、初心者の私でもついていくことができました。で、曲線の描き方を教えていただいたんですけど、この曲線の描き方が、今まで使ったことある、オフィスとか、そういうソフトでは、ちょっとやらないような動きだったので、最初ちょっと戸惑って、慣れるまで少し時間がかかったんですけど、何度も練習しているうちに自然に動かせるようになりました。で、上下左右対称な形の描き方を教わったり、ハートの形をこう細長くしたようなオブジェクトを作って、これを花びらに見立てて、真ん中に配置した円から、等間隔に並べるような方法を教えていただきました。これはかぎ針編みの、円編みの編み図を作るときなんかに、使えるテクニックですね。Excel でかぎ針フォントを使ったりとかっていうのではできなかったので勉強になりました。基礎の動作の方法を教わった後は、かぎ針の編み図の作り方を教えていただきました。こんな感じで、図形のツールを使ったり、ペンを使って、編み図を一つ一つ、最初にまず作って、それをコピーして配置していくような感じです。2日目は、棒針編みの編み図の作り方をやりました。最初に、こんな感じでマスを作っていって、で、この時に正確に剥製をしていく方法を身につけている必要があります。で、このできたマスの中に、必要な編み図記号を入れていく作業をします。棒針編みの場合は、
レイヤーをきちんと使い分けられるようになった方が効率的だなと思いましたが、私はまだまだ、勉強中で、必死でやっていると、レイヤーを分けることを忘れてしまうことがあります。それから、編み込みの模様の作り方も教えていただきました。パソコンを使うと、やり直しとか、色の塗り直しとかが簡単に、すごく早くできるので、これはとってもメリットがあるなぁと思ったところです。模様を変えたりするときは、手書きよりは圧倒的にやり直しが簡単です。こんな感じで、2日間の講習を受けて、で、日曜日はゆっくり休んでからですね、昨日一日、月曜日に、黙々とパソコンに向かって作業をした結果が、こちらです。まあまあ、それっぽく、なんとなくできているような気がするんですが、よくよく見たら、道具が書かれていなかったっていうミステイクをしていたことに今日気づきました。なので、これは後ほどまた修正します。で、いずれ今まで作ったものとかの編み図も少しずつ作っていきたいなと思っているので、どうしてもこれの編み図が欲しいという方がもしいらっしゃいましたら、優先的にそちらからやろうかなとも思ってはいますので、ご意見ありましたらお聞かせください。で、作ったものは、何らかの形で、公開していきたいなと思っているので、今ちょっと、どういう形式で、ダウンロードとかできるようにしたらいいかっていうのを、模索中ですので、何かいいアイディアがあったら教えていただけたら嬉しいです。今回の講座で私が教室に到着した時に、すでにですね、誰かのお隣しか空いてなくって、で、一番綺麗だなって思った人の隣を狙って座ったらですね、そのお隣さんがなんとニコアミさんだったっていうね、すごい奇跡的な偶然でした。ニコアミさんとはいろいろ共通点もあって、初めましてだったんですけど、すごいお話も盛り上がってしまいまして、すっかり仲良くなった気がしています。あ、コラボとかできたらいいなと思っていますので、実現できるように祈っていてください。あと、ニコアミさんはなんと、ゆるキャンっていうアニメを見てから、キャンプに興味を持っていらっしゃるということで、で、私が、毎月のようにキャンプに行く話をしたらですね、なんかとっても食いついてくれまして、で、いつか編み物をするキャンプを開催したいという私の夢を語って、勧誘をしておきました。編みキャンをやりましょうと。実現できたらいいなと思ってますので、まずは編みキャンやりたい方の、人口を増やしていかなければいけないなと思っています。参加したいという方もしいらっしゃいましたら、ぜひ SNS か何か、まあ、コメント欄でも全然いいんですけど、ご連絡ください。そんな感じで、とっても楽しい2日間、楽しくて勉強になる2日間でした。で、イラストレーター経験ゼロの私が、まあ、2日の勉強と作業1日でレシピが作れるように、まあ、簡単なのですけど、なったので、もし、本当はやりたいけど、ちょっと自信なくってとか、イラストレーター持ってなくってとか、悩んでいる方がいらっしゃったら、ぜひぜひ、チャレンジしてみてほしいなと思います。何か、ご質問やご意見などございましたら、コメント欄からお聞かせください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバイ。